おかんの股間が臭すぎる。このフリフリの服を着た愛くるしい生き物はめいめいひまりといい、僕の実の母親です。先日の母の日に日頃の感謝を込めて肉豆でもしゃぶって喜ばせてやろうと思ったのですが、その時僕は母親の重大な欠点に気がついてしまいました。それは猛烈な股間の臭さです。ひまりママは父に先立たれた後、定説を守るために腐った魚や納豆、猫のうんこといったバチクソに臭いものをあえてパンツの中に仕込んで生活し、その汚臭で男たちを遠ざけているというのです。ここまで自分を犠牲にして家族を愛する女性を僕は他に知りません。それが世界一低粛な女性にして僕の自慢の母親、めいめいひまりです。